少し危機感なさすぎって。うーん。指揮官さんが相手だからってことにしといてください。朝はどうしてもぼーっとしちゃいません身支度とかって色々面倒なんですよね。ここならこのまま歩き回ってもそれほどおかしくないかも。 結構大変な状況なのにみんな自然体でこれってすごいことだと思うんだけどこれって指揮官さんの力かなんどうかしたえ <laughs> 何でもないって顔じゃないけどな変な指揮官さん大丈夫寒かったりはしないですからあでも気にかけてくれてありがとうございます 着替えとか手伝ってくれなくていいですよ。言わなくてもわかると思いますが。待ってくしっ残りの任務、早く終わらせた方が良くないですか任務完了したみたいですね。じゃあ、私は一旦これで。 手紙が来てましたよ。机の上に置いてるんで、早めに読んどいてくださいね。お帰りなさい。お疲れみたいだからシャワーでも浴びてすっきりしたらえっと、ごめんなさい。敵ですか指揮官さん。え、違うじゃあなんでここに 今度はどうしたんですかあ、そのぬいぐるみ私のだ。<laughs> ありがとうございます、指揮官さん。どこの世界にもいろんなルールや規則があるけど、それにこだわってたら守れないものもある。そう思いませんこの世界はまだちょっと慣れないけど、 少しでも自分にできることをやりたいから、これからも器用じゃないなりに頑張ってみますね。この先も戸惑うことはたくさんあるだろうけど、私にできることはまだ残ってると思うから、これからもどうぞよろしくお願いします。あ、委託のみんなが帰ってきた。 うん。私も、前に進める。アクセスモードあ、あ、違った。よかった。前にあった。うそ、全然やばい。みんな、一旦撤退しようなんとかビーム 私は大丈夫。